も猫嫁です。こんばんは。今日はね、こちらのなんていう木だったかな、あのね、屋根のね、あの地板、のじ板っていうのかな、8枚ぐらい入って、8枚、いや何枚だっけ、5枚だかな、5枚だったかな、1、2、3、4、5、5枚、何枚だろう、結構枚数あって、あの安く800円ぐらいで買える安い木材なんですけれども、厚さがね結構 1.3 ミリだったかな、ちょっと待って、どこだ、1.3 だな、 1.3 ミリほどあるんで、物を置いたりする分にはね別に大丈夫なんです。でも、見ての通りね、化粧剤じゃないんで、ね、ザラザラしてるしね、しかもところどころね節があったりするんで、あまりあのね、化粧板、あの皆さんが、見てよく目にするね、あの綺麗にこういう風に、あの床のように綺麗になって、節のない材ではありません。そのまま木を切ったそのものって感じですね。で、これこの、材は杉なんで、加工もしやすいんですよ、はい、安いし加工もしやすいし、 でもね、よく見るとあの結構、木なんでね、あの、乾燥させる時にね、グーってね、曲がってたりするんで、なかなかね、まっすぐした、木材が欲しいっていうんであればあんまりおすすめしないんですけど、まあまあまあ、猫嫁、前に、赤いね、猫嫁のね、アメブロを見ていただくと分かるんですけど、机の上にね、これ1800あるんですけど、1820だったかな、まあ、1820ぐらいあるんですけど、まあ普通の家の、床から天井ぐらい、あ、床から天井じゃない、窓のね、長さ、いや、デザインされてるのでなければ1820ぐらいなんですけど、その窓の高さぐらいのやつなんですけど、はい、これを、3等分あたり、1800、ちょっと、ここに1800、20の3、30、68、60センチぐらいずつに切って。ね、ミシンをね置く、このくらいの、これです、このくらいのね高さの、机を作ろうと思うんですよ。まあ座ってあの開くんでね、まあいい感じだと思うんですけど、これは、このこちらの、棚を作った時に、もあの設計した当初はね、もっとあの間隔をね狭くしてやるんだったかなんだかする予定で、いっぱい切った、ね、切ったものなんです、切ってもらったものなんですけど、結局そうしないで普通にシンプルにやっちゃったんで、ね、残っちゃったんで、これをこんな形に、こんな形にねして、まあ椅子、机の足にしていきたいと思います。あ、そうだ、忘れた、あれを使うんだった、なんかね、板と板をね平たく合わせるときには、カス貝をね使うのが結構、板と板を貼り合わせるに簡単なんですけど、ちょっとカス貝をね買ってこなかったんで、こちら木工用ボンドを使って、ここにね
端っこに貼ってつけていきたいと思います。意外とねボンドもね圧着っていってギュッとね押してやればかなりの、接着力があるらしいんで、こちら安いしね、うん、時々私こうふっとした瞬間になんかね作りたくなるんで、だんだんインパクトドライバーも買って、あそうだインパクトドライバー、インパクトドライバー、まあ、マキタのインパクトドライバー、これなんか、旦那に、ね、やるぐらいだったらね、あのこの商品の説明をしろと言われたんでやります。マキタのインパクトドライバー、結構ねGoogleで検索していただくと分かるんですけど、結構使い勝手がいいんですよ。穴を開けること、そして、まあ、1本前のね動画で、ね、釘を打ちつけるっていうか、ガーってまあ、スクリューネジをこうやれること、そしてね逆回転させると、打ったね釘ももう一度取り外せることもできるし、穴も開けられるしって、結構万能なね、まあ1万円ぐらいするものなんですけどいいんですよ。普通にドライバープラスドライバーとかドライバーを使ってやると手がね痛くなったりするんですけど、これは本当に優れもの。MTDOO1DSX っていうあの、充電式インパクトドライバーです。マキタのね。ということで商品説明いいかな。じゃあ60センチぐらいで切っていきたいと思います。鉛筆、こういう時にねこういう定規が、50センチ定規は、100均とかにも売ってるんで使い勝手いいんでね、よいしょ、50、60、あ、でもな、どうだろう一本ずつね、長さがね、違ったりするんですよね、縮んでたりして、だから、本当になんかあんまり縮みとか狂いのない材をね、必要とするんであればあれですよ、32、あ、狂いのない材が欲しいんであれば、修正材とかね、合板とかを選んだ方がいいです、うん、そうなると狂いがなく綺麗な、材が買えますよ。材が、ずれてるもんな、よいしょ、13、でも切ってるとねちょっと短くなったりとかするからな、まあこれでいいわ。で、消しゴムで消した方がいいけど今持ってないんだよね、消しゴム。なかなかね、どこか行ってしまうので、我が家の消しゴム。
箱に入れとくんだよって言ってもね、なかなかいつの間にか消えてしまってるという。で、私すっごいよく切れるノコギリを買ったんですけど、なくしちゃって、これ猫嫁のね、アメブロのブログ猫嫁で検索していただきますと、カーテンレールっていうか取り付けたよみたいなあれでついてきた付属、ついてきたノコギリ、鉄も切れるよってやつ、結局使わなかったんですけど、ぴったり3メートルだったんでねなんでこれなくなっ、どこかにやっちゃって大切にしすぎてあんまりにもいいあれだったね、切れ味が良かった、感動しちゃって、あんまりにもいいやつどっかやっちゃった。でこれはあれです、猫娘と猫息子のおもちゃなんですけど、これがね使い勝手がとってもいいんですよ。こうね切るときに、切るときのこう押さえになるんですよ。で、はい、これはここ入れる。はい。あとこのね棚を作った時に残ってたスプレーで、後でね後々色をつけていきたいと思います。青ね、青で、これとかさっき言った足とかに使おうかなって思っております。それでは、カポだこれ、よいしょ、それでは切れるかな。お、先の細いノコギリを使って切ります。こちらのノコギリなんですけど、あれです、猫ドアをね作る時に、結構活躍した 2,3,000 円だったかな、そういうノコギリです。はい。ね、ドアに穴を開ける際にキリで穴を開けて、そこからねグイって切りやすいねやつです。さっき100均のやつだったら切れやすいかな。でももうなんか切れるのはあるかな。
パクトドライバー、マキタのインパクトドライバーを使って、今日はね、こちらスリムネジフレッキ付き 3.3×30mm 約118本を使っていきたいと思うんですけど、ちょっと混ざってるな。これだとな、ドリルで穴を開けていこうかと思うんですけど、 2.5 3 3mm、 ちょいちっちゃいぐらいがいいんですよ。なんで 2.5 のこのドライバーの穴開けるものもね、ちゃんと一気にねやります。できる限り深くまでやった方がいいです。そして真ん中合わせるとあのストッパーがついててね、動かない。ほら、取るわ。あ、そっか。これでいいかな。よいしょ。いいかなとか言って、まあ、だいたいね。そうだ、動かないと思ったらこれをしないと。必ず先端を変えるときはバッテリーを抜いてやります。あー、ついちゃうね。これさ、いつの間にか。押し込んだ後、逆回転で取り出します。ね、ネジも結構あの売ってるんでね、前のあの棚とか作った時の残りが、あ、そうだ、また忘れてた、うん、よいしょ。つけば、こっちの、よいしょ、そうそうだ、
時はどう過ごされていますか。どうお過ごしですか。必須ですね。これスムーズにやるためには穴開け必要ですね。はい、そして次よいしょ、これでミシン置いてできる、最高だね。よいしょ、大丈夫かな。同じやろとか。ちょっと待って。これすごいあれだよ。あれというか。集中すると最近あれ大丈夫かな、大丈夫かな、ずらしちゃった、大丈夫かな。あ、花、花あるけどこれ見えないぞ、ね、大丈夫かな。わかんない、ちょっと奥まで入ってなかった、危ない危ない。
らぐら揺れる。そうね、ずっとやってた方がいいよね。板が反ってて釣れそうなんで、ここは一つずつ。さ、建築家学科卒業してるんだけどさ、ね、クラスメイトでその宮大工の方に進んだ子がいて、私も古い建物好きだからね、建築学科来たはずなのに宮大工とかになって弟子入りしてればまた違ったかもしれないって思ったりなんだり。意外と考えてて苦手なんだよね、ね、こういうさ。よいしょ。よければやるんだけどね。よいしょ。はい。いっぱい釘とか板とか残っててよかったな。なんか弱いかなって思うんですよね。これで補強するかな。
しようかな。これだとなんかさ、いいんじゃないかな。なんとなくとかね。穴開けてみるか。梱包材の残りですね。どうでもいい感じがすごい私らしい。まあ使えればいいんでね、そこら辺あんまり考えてないんですけど、月1ぐらいで占いをやろうと思って、やります、行って、まだ行ってないや、よいしょ、うん、で、そして穴を2個ずつ開けてやれば、よいしょ、
奥までやると床までやっちゃいそうで怖いな。よいしょ。縦にしてた。見てない、こんな感じにしました。ほら、なんかさ、こことここが過ぎたな、ギリギリだけど全く違うもの全く違うからできないや。微妙にできるところか、ここ微妙にできるかな。微妙にずらしたのがあれだったの。まあいいや。さあこっちは。あれなんですよ。今度はよいしょ。Oh.
程度しっかりしてる。うん。ある程度しっかりしてるんだけど。短いけどね。こんな形で、はい。それではここね、さっき一つだけ飛び出てたところを切って同じ長さにしました。でね、角をあのヤスリなんですけど、100均で売ってたりもするんですけどね、ヤスリでちょっと角をね。必ず、振ってください。で、ほら、これこんな感じで、はい、塗ってきます。はい、塗り上がりました。ところどころね、足のところ、机の足のところはもう前回棚をね作った時にね塗った残りだったんでなくて、こんなちょっと半端な状態になってるんですけど、一応ね上のところは塗れたのでこれでいいかなねと思っております。残ったところはね、もしかしたら絵の具で塗るかもしれませんが、まあこんなところでいいかなと思っております。はい、よかったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。